血鬼が上級吸血鬼の召喚や命令に従うとは思わなかった。基本的には従わない。ならデトラフはどうやって街を襲うか。言っただろ、彼は例外だ。望みのままに下級吸血鬼を支配し、思いのままに動かす。彼が退却を命じない限り、下級吸血鬼は死ぬまで街を襲い続ける。隊列が乱れている。逃げ出したか。この匂い、ダミエンの血だ。怪我をしてるぞ。行こう。傷を負った時点では息が、その後の出血が死因か。もう少し早く来ていれば。道が封鎖されている。無駄なことを。吸血鬼には何の障害にもならない。知る由もない。吸血鬼対策を考えたこともなかった。
ゲラルト、戻ってこい。銀行の中に近いバリケードを作って立てこもった。姿を見せて敵だとバレるわけにはいかない。お前一人で、あの化け物は我が部隊の半数を殺したやつだ。この様子ではお前も殺されかけたようだな。退却しろ。部下を連れて急げ。町を守る義務がある。部下を連れて死にに行くことが町を守ることにはならない。ダミアン、宮殿での話を忘れたか。もう一度言うぞ、お前の部隊では勝ち目はない。みんな、勝者を助けろ。退却の準備だ。それでいい。いいか、よく聞け。銀だ。吸血鬼に対抗するには銀が必要だ。仲間の錬金術師に命じて、できるだけ大量に吸血鬼のオイルを作らせるんだ。何たるものどんどん作らせて、それを剣に塗れ。アルプとブルクさんに気をつけろ。小綺麗な女のような格好をした奴らだ。あっちからこっちへ一瞬で移動する。銀の破片を仕込んだ爆弾がかなり効く。ありがとう、ビッチャー。公爵が支払った金に見合う仕事をしてくれよ。どうかこんなことをしたクソ野郎の首を串刺しにして持ち帰ってくれ。別の計画がある。おう、どんな手があると。今言えるのはシアンナが必要だということだけだ。公爵の決定は知っての通りだ。シアンナ様は審判まで拘留されている。分かっている。だが従うつもりはない。お前はそうでも俺には無理だ。アンナ様に忠誠を誓っている。たった一人のために人々が犠牲になっている。協力したとバレたらアンナ様に首をはねられる。その時は我々の首も転がる。それでもその危険を犯すつもりだ。時間の無駄のようだ。行こう、ゲラルト。待て。シアンナ様を最後に見たのはアンナ様が彼女を宮殿の遊戯室に連れて行った時だ。遊戯室だって。子供が遊ぶ部屋にか。長年この宮殿に仕えてきて隅々まで知り尽くしているつもりだ。間違いない。何のために遊戯室に。シアンナをドールハウスにでも閉じ込めたのか。正直に言おうか、見当もつかない。俺の見たままを話しただけだ。その情報をどう使うかはお前の勝手だ。分かった、調べてみよう。お前は兵舎に戻れ。俺の足跡をたどれば迷わないだろう。それから感謝する。おかげで助かった。オークレールのためになればいいと思って話したまでだ。行くぞ、レジス。ここだ。これが遊戯室の扉だ。
鍵がかかっている。当然だな。レジス、この扉を力ずくで開けるのが大変そうだ。頼める。いいと。助かる。お安い御用だ。うん、物音もしない。誰もいないな。一応あたりを調べてみよう。中に何が？いや、空っぽだ。中に何が？いや、空っぽだ。ブリキの騎士だ。木馬か。かなり傷んでいる。使い込まれたもののようだ。ママごとの食器か。それにぬいぐるみ、かわいらしいな。木のアヒル、誰かが羽を折ってしまったようだ。これは宮廷家庭教師イザベル・ド・ロークフォー、シアンナとアンナ・ヘンリエッタの家庭教師が書いた雑記だな。二人が子供の頃のものだ。手がかりになるかは怪しいが、目を通して損はなさそうだな。今日シアンナ様が絵をくださった。かわいいじゃないか。血まみれの首のない死体の絵だ。かわいくはないな。なぜそんな絵を描いたのか尋ねてみた。皇女殿下は幼い頃からずっと見ている悪夢を描いたと答えた。アンナ様と同じベッドで寝る時を除いて、ほとんど毎晩その夢を見て叫びながら目覚めるのだそうだ。黒太陽の呪いか。あの呪いに侵された少女たちは恐ろしい悪夢を見るようだ。正気を失う子もいる。今日お二人が喧嘩された。貴婦人としてあるまじきことで全く情けない。殴り合いにまで発展してしまったのだ。先に手を出したのはアンナ・ヘンリエッタ様だった。シアンナ様もやり返された。私が止めに入るまでにアンナ様は歯を2本折られていた。そしてご両親のもとへかけていかれた。公爵閣下はこの件について私の報告を信じなかった。悪いのは全てシアンナ様だとして、シアンナ様だけを厳しく罰すると決めてしまったのだ。アンナ様も必死で罰を軽くするよう頼んだが、ご夫妻は考えを変えなかった。一旦問題児のレッテルを貼られた子が汚名を晴らすのは簡単じゃない。今日お二人を連れて初めて千のおとぎ話の国を訪れた。半日をそこで過ごした。最初は親指姫と、次にバルバロッサと遊んだ。彼は海賊にしては魅力的な人だった。どうやらイザベル・ド・ロークフォーは日記を書く前に幻覚を誘発する類の薬物を使っていたようだな。例えば朝の一種のようだ。まあ待て、続きがある。マスター・アルトリウス・ビゴの作り出すものには脱帽だ。彼の秘術には誰もかなわないだろう。待て、アルトリウスはこの宮廷に仕えた魔術師で幻術の専門家だ。つまりレジス、まだ終わってない。邪魔をするなら廊下に立っててもらうぞ。お二人が教えてくれたが、一人であの世界を訪れたくなったら千のおとぎ話の国を開いてエクスペクトルーダムと呪文を唱えればいいそうだ。本が幻術の鍵となるようだな。おやおや、どんどん面白くなってきたじゃないか。今日神秘界から魔術師が到着した。シアンナ様を調べるためだ。どのような結論が出るかはわからないが、公爵閣下はひどくご心配だ。うん、黒太陽の呪いか。つまりシアンナはその症状から診断を受けたということだ。烙印を押されたということか。続きがある。公爵閣下にシアンナ様はどうなるのか尋ねた。答えはなかった。今日はお二人にニルフガード語を教えた。シアンナ様は熱心だが、新しい単語を覚えるのが苦手のようだ。
アンナ様は物覚えはいいが不真面目な態度を見せがちだ。聞こえていないと思って私のことをブローデクッセと呼び、シアンナ様と一緒に息ができないほど笑っていた。ブローデは忌まわしいという意味だが、クッセとは？黒を好み、あまり友好的ではない南方の者たちの美しい言語で言うところのクッセとは、我々の野蛮な言語で言えば女性の股だな。ありえそうもない話だが、もしかするとアンナ・ヘンリエッタはシアンナを幻想の世界に閉じ込めたのか。ありえなくもない。そこなら安全だし隔離もできる。探してみよう。本はどこだ？いい曲だ。ああ、美しいな。壊れているのが残念だ。絨毯の下には何もない。何があると思ったんだ。せいぜい横着な駒使いが掃き掃除のゴミを隠すぐらいだろう。鍵がかかっている。ほう、絵の裏に鍵か。この本か。やってみよう。エクスペクトルーダム。レジス、レジス。千のおとぎ話の国か。驚いたな。どこへ続くか調べてみるか。ネハレニの目が暴れている。この世界そのものが現実だが、強力すぎて消し去ることもできないわけか。これは面白くなりそうだ。
エハレニの目が暴れている。この世界そのものが現実だが、強力すぎて消し去ることもできないわけ。小さな女の子の遊び場だと何かおかしいぞ。何するのよ、彼を出して。声がした。ジンジャーブレッドをたくさん食べた罰よ。美味しく食べてやる。触っちゃいけないよ。私を怒らせないでおくれ。じゃあそこを開けて。この男は誰だい？迷子かい？ここはあんたが来るところじゃないよ。ずいぶん年寄りだね。顔色も悪い。でも大丈夫、バターとスパイスがちょっとあれば美味しいごちそうになる。さあ、捕まえてあげる。
これはどういうことだ。意地悪な魔女よ、聞いたことあるでしょ。さて、鍵はどこに隠してあるのかしら。その俺は、いや、なぜ武器を持ってる。王子様のものよ、彼にはもう必要ないから。あった。少しで焼かれてたところだ。危なかった。シアンナ、君なのか。久しぶり、ジャック。あ、遊びに来たのかい。いいえ、豆を分けてほしいだけ。怖がらなくていいわ。怖がらなくていいだって、一体どういう意味だ。ジャックにはその意味が分かってるわ。だからすぐに豆のことを話してくれる。そうでしょ。シアンナ、悪いけど持ってないんだ。うん、嘘をついてるみたいね。もしかして昔みたいに遊ぶ方がいいの。子豚はお買い物に行きました、子豚はお家に帰りましたって。どう。嘘じゃない、本当だ。誓ってもいい、ファナリエッタの命令で全部埋めさせられたんだ。君がどこへも行けないように。どこに。知らない。でもジョスなら、あの狼少年なら知ってるはずだ。どんなことでも首を突っ込みたがるから。本当でしょうね。もし彼が知らなかったら戻ってきて説明してもらうからね。もういいわ。シッ。ああ、ところで、ここで何してるの？子供時代を取り戻しに来たのさ。小さい頃からケイやモルヘンにいて、それ以前の思い出もない。おもちゃもなく、遊びも知らん。なぜ俺がここに来たか、わからんか。デトラフだ。奴はアンナ・ヘンリエッタを脅して君を解放させるために怪物を召喚してボークレールを襲っている。デトラフならやりそうなことね。でも今の状況を伝えるためだけにこんなところまで来たわけじゃないでしょ。要点を聞かせて。言うまでもないだろう。協力しよう。俺は君をここから出すのに力を貸す。君は外に出たい。俺も君をデトラフに合わせて町に平和を取り戻したい。共通の目的がある。よく言うわ。私が捕らえられたのはあなたのせいなのに、その私に助けを求めに来たというの。まったく、人生には驚きがいっぱいね。本来なら追い返すわ。でもあなたの話が本当なら無関係な人たちが死んでる。予定と違うわね。デトラフは死ぬべき人だけを殺すはずで、他の誰も傷つかない計画だった。いいわ、ウィッチャー、話に乗るわ。協力しましょう。この場所のことだが、詳しく教えてくれないか。現実か。そうよ、アルトリオス・ビゴが作ったの。昔妹と一緒にここで大好きなおとぎ話の世界で遊んでた。あの魔女は遊んではいなかったが、魔力が衰えてるの。定期的に手入れをしないと、呪文は時とともに効力を失う、荒れる一方よ。随分危険な場所に閉じ込められたな。見た目ほど危険じゃない。刺激しなければおとぎ話の登場人物は私に危害を加えないの。ただしあなたは部外者だから油断しない方がいい。一体デトラフが殺した騎士たちに何をされたんだ。クレスピ、デュラク、ラクロワ、ペイラック・ペイランのことだ。思い出したくもないけど、あなたには話しておかなきゃいけなさそうね。両親に縁を切られた時、私を公爵領の外まで連れ出す役目を命じられたのがあの騎士たちだったの。みんな私をかばうようなことは一言も言わずに命令に従ったわ。命令なら仕方がないだろう。でも逃げ出そうとした私をクレスピが気絶するまで馬の鞭で叩いたのは命令になかったことよ。デュラクも私に食べ物を与えず虐待しろとまでは指示されてないはずだわ。騎士道精神なんて誰も見ていない時には発揮されない。その時に学んだの。
それは納得できる理由だ。驚いてるわね。私のことを分かったつもりになってたんでしょ。私の視点からの話を聞くこともせずにね。みんなそうよ。黒太陽の呪い、君が追放された原因はそれか。まあね。変異体の呪われた王女たち、聞いたことあるでしょ。会ったこともある。クレイデンのレンフリだ。どうだった？噂通りの怪物だった？残忍だったのは確かだ。だが、それが呪いのせいなのか、育ってきた環境によるものなのか、今でも答えは出ない。彼女を殺したのね。仕方なかった。母も私を追い出した時に同じことを言ってた。それで、豆を何に使うんだ？説明してくれ。そうね。ただし、最後まで我慢強く聞いてよ。この世界から出る方法は二つ。一つは、我が愛する妹が封じてしまったわ。もう一つの出口は、あの空の雲の上にある。豆を隠されたからたどり着くのは難しいけど、不可能ではないわ。よくわからないんだが。慌てないで最後まで聞いて。さっきの子はジャックよ。あの豆の木を登った子。知ってるでしょ？ジャック。巨大な豆の木を登って雲の上の巨人の城に行く話か。豆を探して私たちもそうするのよ。その豆は三粒あるはず。赤と青と黄色のね。だが一粒あれば豆の木は生えるだろう。いいえ、お話の通りにしないと生えてこないの。まずはジョスを探さなくちゃ。彼なら助けてくれるかも。行きましょう。ジョスは大抵山のふもとにある草地をうろうろしてるわ。魔女の家を通り抜けていくらか進んだ先の右手側よ。それで、町で何が起きてるの？詳しく教えて。殺戮だ。町は血の海だ。だから急いでる。心配いらないわ。おとぎの国では時間の進み方が違うの。ここで一週間過ごしても、外の世界では数分しか経ってないわ。しぶといわね。
いわね。これほど凶暴なピクシーは珍しい。彼らの役目はおとぎの国を侵入者から守ること。あなたみたいなね。ユニコーンだわ。捕まえましょう。歩き回らなくて済むわ。私はピンクの方ね。すごい、ワクワクするわね。子供の頃を思い出すわ。俺は違うものを思い出すがな。詳しく教えてくれる？悪いが断る。その調子だ、ローチ。